豊里駅は、滋賀県犬上郡豊里町八目十一の位置にある、大見鉄道本線の駅、テレビアニメ、軽音に登場する高校のモデルとされている町立、豊里小学校の最寄り駅であり、休日を中心に当駅を利用するファンも少なくない。そのため、豊里駅周辺では、作品の人気にあやかった町おこしが行われ、 大見鉄道でも記念ギップの発売などの取り組みを行っている。特に大規模イベントが行われる日は駅員が配置され臨時列車が運行されることもある。2011年4月頃には軽音。使用の駅名標が軽音で町おこし実行委員会によって制作された。この駅名標は駅南側にあるレーサービスセンターにある妖怪池方面行きホーム上に 一折にのり二乗り三、押し砂と刻まれた石柱があるほか、ホームワイヤーの支柱は、バロースティール車精のコレールで、1899の年号が要刻されている。プラットホーム相対式2面2000のホームを有する、地上駅。駅舎は本線に向かって、西側に設けられており、清川方面行きのホームへは、遮断機付きの構内踏切を渡る必要がある。なお、線路自体は、 清川方面行きのホームに向けた一線、スルー型の配線となっている、待合所を兼ねたコミュニティハウスを併設している、ホームに面した入り口には、出殺口が設けられており、平日の朝のみ駅員が配置されていたが、2018年3月より、終日無人駅となった。駅前風景駅の西側は、豊里町の中心市街地で、住宅地や学校、病院、商店、 工場などが建っている。駅の東側を東海道新幹線が大見鉄道線に並行して通っており、それより東側には田園地帯が広がっている。マナノリタクシー田川3路線、それぞれ1時間おきに運行されている。市立病院、南彦根駅、高宮駅、多賀大社前駅など、全路線が経由する停留所もある。大見鉄道開通の翌年、 高宮駅、越川駅間に駅を新設するにあたり、豊里村の大技49員、八つ目及び、愛知郡日枝村の三社において、その位置が争われ、ひとまず、それらの中間にあたる八つ目に、伊藤中兵衛が土地を提供し、仮停車場が設置されることになった。それから6年後の1905年12月、大見鉄道から、駅舎改築の申し入れがあり、 大技集めの用地提供、村内有志の寄付により、1906年4月、本停車場が竣工した、本線天子駅と与さ駅、越川駅、ありがとうございます。